もしもし、かほこです。はい、今日はですね、私派手なものが好きなんですけれども、派手なものをね、皆さんにご紹介したいなって思います。私ね、すごい派手なものが好きなの。もう派手派手だ。はい、じゃん。これは全然派手じゃないね、地味だね。全体的に白っていうのが気に食わないですね。なのでノット派手派手です。次、じゃん。これはピカチュウの被り物ですね。ちょっと前メルカリで買いました。これはお気に入りです。お気に入りだけど、まあ俺的には俺的にはちょっと派手さは足りないかな。赤いチークがね、すごくいい感じで、いいんだけれども、ちょっと派手ではないかな。これは派手派手レベル19ってところかな。はい、次、じゃん。これはいいね、グッと派手派手。これはメイクポーチですね。私が普段使っているメイクポーチなんですけれども、すごいお気に入りで、ここがね、ガバッて開くんで、こんな感じなのね。中身がね、バーッと見えるので、すごくお気に入りです。これはもう派手派手だ。派手派手レベル86ぐらいかな。イエーイこれすごいお気に入りなんだけど、じゃん。ユニコーンの、ニット帽です。ニット帽です。派手派手。これはね、クレアーズで買ったんですけれども、ここもね、派手派手なんです。もしもしパパ、お願いがあるんだけどね。私ユニコーンが欲しいの。ああ、角生えた馬よ。お願い、いい子にするから買って。もう買ってくれたの？パパ大好き！ I love you！ 最高のパパね。のユニコーンです。こちら派手派手レベル、72といったところですかね。まあ、ここもね、キラキラしててなかなか派手派手。あ、ちゃんと着てます。次、じゃん。いいね。かなり派手派手です。この子は派手派手レベル82。次、じゃん。白いお花はね、ちょっといらないよね。もっとカラフルなお花を咲かせたかった。ラフレシアとか派手なお花が良かったんだけれども、いいね、こことかピンクだし、髪の毛紫とピンクだし、いいね、なかなか派手派手だ。この子も髪の毛がピンクだし、お花も、うん、この子たちは派手派手レベル85ってところかな。うん、なかなかいいと思う。どんどんいくよ。ネフっていうスノーボードのなんかブランドらしいんだけど、これね、カップケーキのデザインなの。じゃん、かわいいでしょ。超派手派手。そう思いませんか、皆さん。そう思いませんか。これはアイスクリームのデザインでございます。これはちょっと派手派手じゃないんだけれども、これもなかなか派手派手でしょ。毒々しい色、こういうの大好き。派手派手。この子たちは派手派手レベル79ぐらいかな。次、じゃん。 YouTuber だからこうやって手をかざす癖がついちゃったよ。これは俺のうんちだ。すごく派手派手。みんなが想像してた通りだ。これも派手派手だ。これは派手派手レベル95ぐらいかな。強くなれる理由を知った。最後になります。皆さんとはもうお別れです。悲しい。これは何回もYouTube で紹介してるんですけれども、私がすごくお気に入りな派手派手なグッズです。本当に可愛いの。ディズニーのキャラクターがすごい大集合していて、もうただでさえ派手派手なのに、スイッチをね、押すとお耳が光るんです。あ、見える見える。ディズニーでこのイヤハをかぶったらもう人気者っていうか、みんなが見てくると思う。これはね、派手派手レベル1528と言っても過言じゃないですね。うん。はい、ということで今日は私が持っている、派手派手なものを紹介していきました。いかがだったでしょうか。この動画が面白いなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。派手派手だ。小栗旬だ。